後ろの敵は無視して、さあ1人2人いました。この距離さばいていける。1キル目2キル目3キル目できるか。3キル目ナイス、強すぎ AK-47 タンク。3度の飯よりポテトサラダ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、いもです。今回ですね、マスター2で入手することができる AK-47 タンクについて解説していった後、ランクマッチをやっていきたいと思います。面白ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それじゃあ解説していきましょう。はい、それでは AK-47 タンクについて解説していきたいと思います。まあ、解説といっても、AK-47 と何も性能が変わらないんですが、ちょっと疑問に思ったことがあったので検証していきたいかなと思いました。まあ、まずはじめにね、 AK-47 のいいところは火力が高い、 AR の中でもトップを誇る火力を持っているというところですかね。あとですね、この AK-47 タンクについてリコイル制御のね、情報修正が来てないということだったんですが、今確認してみたら来てますね。まあ、前までは全然ブレブレだったんですけど、普通の AK-47 と同じ性能だったので、あ、これはまたサイレント修正したのかなとかっていうふうには思ってました。疑問に思ってるっていう先ほど言ったと思うんですが、覗くスピードが AK-47、 普通の AK-47 より多少速いのかなというところが見受けられました。ちょっとそれを検証していこうかなと思ってね、この解説を出しました。ちょっとやっていきたいと思います。はい、それじゃあね、 AK-47、 普通の AK-47 に移りたいと思います。はい、それじゃあね、こちらでまた検証していきたいと思います。はい、ほとんど同じでしたかね、僕の体感的な問題でした。ちょっとこちらの方がぬるっと動くのかなっていうふうには思いました。まあ、形状が違うのでね、これは仕方がないことなのかなと思いました。まあ、AK-47 は形もかっこいいですし、色もかっこいいですね。ブラックゴールドみたいなね、色をこういう風に照らしていくとブラックゴールドに似てますよね。あと一つ AK-47 タンクのいいところは、普通の武器ですと中距離、遠距離、ロングバレルをつけた武器は違うんですが、やっぱり中距離、遠距離は火力が減衰、減少してしまいますよね。それを補ってくれるのがロングバレルなんですよ。そのロングバレルに似たような性能が AK-47 タンク、レベルをマックスにすると勝手についてきちゃうんですよね。これがどうしても強いところなのかなと思いました。普通の AK-47 使うんだったら AK-47 タンクを使って中距離、遠距離、火力をね、伸ばしていきたいっていう方にお勧めしたいと思います。それじゃあランクマッチの方移動していきましょう。さあ、ドミネーション始まりました。まずボブを投げていって、当たれ俺の思い届け。まずワンキル、ワンキルしました。2キル目なるか。はい、2キル目。はい、2キル。なんだこいつ。よし、やった。なんだこいつ。また来た。ワンキルいいよ。今どうなる？ワンキル、まあどんどん進んでて、まあどこにいる敵を。今回ね、前線を上げていこうかなと。立ち回り的に前線を上げていこうかなと思いました。まあ壁抜きをしつつ、まあこれ待ってりゃ来んじゃねえか。まず待って、待って、待って。1キル。いいよ、ワンキルしました。さあどうする？2キル。なんで後ろからかよ。まあこれね、ボムを持って、まずボムを投げるところから始まります。あのね、打ち合いでどうやったら勝てますかっていうのがあるんですけど、やっぱり一番は決め打ちだと僕は思っております。やっぱりそこに敵がいる、まあ稼働だったら稼働に稼働待ちしてる敵がいるから、決め打ちして打ち続けるっていうのもやっぱり大切になってきますね。だから一番大切なことは決め打ちをすることだと僕は思いました。さあどこにいる、どこにいる。進んでって、まず UV 出てませんね。まあ、今回前線を上げてっていうことで、SMG じゃないんですが、まあ、ここは AK-47 タンクのね、力を、まあ、射程距離の長さを利用していこうかと思います。ワンキル？いいよ、なんだこいつ！後ろ、後ろ！やつ！あ、ワンキル、よし、ナイス！まあ、ここは様子見て、まず一旦ここは旗はもう意識してないんでね。まあ、来るんだろ、ここ。まあ、来ない？来た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 ！なんだこれ、全然当たんねえじゃねえかよ。ワンキルね。はい、ワンキル。ワンキルしました。2キル？ 2 キル来るか？ナイスナイス、隠れて。あ、全然今はね、全然今はね、なんだこいつ。よし、バッキリしました。ここ、無理だよ。さあどうなる。ここちょこちょこしてればね、敵来んじゃねえか。まあ来ねえか、 B に来ないか。わあ、来ました。まあ来ると思ってたよ。まあここでサイガ発動しようかな。サイガどうしよう。まあ、サイガオンラインシュートられてるんで、サイガオンラインします。まあ、ワン、ツー、スリー、おー、ナイス、ツーキル、ナイス。裏見て。まあ来ないね。ちょっと足音が聞こえるね。グラビティスパイクの音が。ナイス。なんだこいつ。強くも味方を。俺は追いかけるぞ。待て待て、俺はストーカー並みにしつこいんだ。ナイス。よし、ワンキル、ナイス。はい、サイが強い。さあ、UAV オンライン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブオンライン。さあ、真ん中。全然当たんない、このサイが。どうなってんだ。おい、どうなってんだよ。
2人目3人目になるか。なんだこれ最後切れてないか。ナイス影響なの。ここも抜いていくが強すぎる。さ、ここも抜いていく。2キル目かっこよすぎますね。影響のアタック、ここは抜けるか。なんでダメージ当たれてないの。プラスマイナスにマイナスアシストないの。プラスアシスト、さあ飛び込んでして SR を3分。なんだよ、よく当てて、うまいですね SR さん。さあここで終わってしまいました。前半戦終わった。まあ、後半戦もね、影響ならやっぱり強いですね。楽しみにしていきたいと思います。それじゃあやっていこう。まあ、ここね、残るとミクラさんが言ってくれたんで、ワン、ツー、スリー、フォー、手榴弾ここに当たることがあるので、皆さんもぜひやってみてください。さあ、センターとつるか。まあ、射程距離生かしてね、やっていこうかと思います。さあ、当たるか。なんだこいつ。おーい、なんだよ。ふざけるな。まあ、どうするこれ。多分センター、まあ、とりあえずセンターに行くか。まあ、射程距離見せたいからね、皆さんに。よし、ナイス。よし、ワンキル。ツーキル目になるか。まあ、ワンキル目はね、ふざけん。まあ、これ、プレデターミサイルオンライン。ワン、ツー、スリー、フォー。んー、ペーナイス、ワンキル。ワンキルしか取れなかったけど、ナイス。これ、キュアパケオンライン。なんだよ、いらねえな。火炎瓶じゃねえかよ。まあいいか、火炎瓶使うか。これをセンターにぶち込もうかと、僕は思っております。さあ、さてさて、センターにぶち込んで、B に入られないように、味方さんはアシスト。なんだこいつ、後ろ、ふざけんな。あ、痛い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 。ワンキル、ツーキル、強っ。え、やばくね。3キル目、やばすぎる。え、強っ。やっぱ AK4 ならやばいでしょ。やばすぎる。まあ、まあ、ザンキル、ナイス、ロケラ、ふざけんな、ロケラ。いいか、UAV オンライン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ナイス、UAV。味方さんのね、破壊意識が強いせいで、うん、僕のね、破壊意識がなくても、これは勝てるという、これがね、やっぱ味方さんの前線を上げる人と、破壊を取る人の意識的な違いなのかなと思います。素晴らしいですね、本当に味方さん。まあ、ここは対空をしてね、僕は前線を上げている、味方さんは破壊意識をしているということで、僕は対空と前線を上げることに集中。なんだこいつ、ナイス味方さん、よくそこ当てましたね。俺が担っていくところなのにね。まあ、ちょっと足音聞こえるね。なんだこの SR。 よしよし、こいつだけやりたいやりたい。後ろから来て聞こえるぞ。ナイスナイス。え、どういうことなの、さっきのどういうこと。僕サイガーオンラインしようかな。いや待てよ、まあ、とりあえずセンター、まあ、サイガーオンラインしとくか、まあ、とりあえずと左来た来た、いいよ。右右いないね。多分足音聞こえるね。左、左、左、左。いないね。左に来てる。上がってくるか？右行って。多分こっちから来るね、左に。はい、来ましたー。1キル。分かってましたよ。はい、リス狩り始めます。ごめんなさい、味方さん。味方さんじゃねえ。敵さんだ。ここはケアパケ置いてたら、もうこれは勝ち確信ですね。入りませんと。まあ、V トール出ればいいかなとかと思ってたんですけど、まあ、この点差で V トール、ナイス。後ろからかばっていっても、この距離、AK47 が解けるということ。素晴らしい。プレデターミサイル、この時で、ここはやれるか、やれるか、やれない。敵から挟まれた。ここはロケラン、勝ちましたのロケランでございます。そしたらね、皆さん、AK47 タンクの強さ、これで見れたんじゃないかと思います。よろしければ、ぜひ使ってみてください。じゃあ、またな。